こんにちは。ロアス TV の時間がやってまいりました。えー、まあライブね、えー、今年はちょっとやってみようということで、えー、言ってたんですけれども、なかなかね、えー、ライブライブと思,思いながらね、案外ライブって勇気がいるんですよ、まだ。僕、僕も案外もう、こう、ばっとやる方なんですけれどもね、えー、ライブ、ちょっと勇気がいりますね。えー、まあそういうことで、えー、今日はライブ、ちょっとやってみました。皆さん、 見られてますかねっていうことなんですけれども、まだ位置がついてませんから、まだ見てないなっていう感じですかね。はい。えー、でもライブ、待てよ。んあ、でもこれ、ライブ、あ、でもいいんか。あ、うん。あ、ライブね。はい、はい。<laughs> すいません。 なんかね、ライブで、あの誰も見てないから、これ大丈夫かなと思いながら、ちょっと見てたんですけれども、まあ仕方ないよね。はい、えー、告知でございます。まずは告知ね、えー、こちら、あのー、実はね、えー、もうすごいキャンペーンをやっております、今現在ね、えー、今週からなんですけれども、1月の31日まで、このなんとですね、このカズタマレイわ、 これをですね、お買い求めの方におきましては、この、えー、デトックスピアウォーター、これをですね、えーまあ、1箱24本ですね、つ、えー、けさせていただくようになりました。まあ、それとですね、えー、さらにですね、えー、さらにさらにですけれども、こちらですね、えー、このカズタマレーの開発者でもあります、あの吉野内先生。 の書かれたね、あの、カズタマコードが縄文ゲートを開くっていう、この本をですね、えー、本もプレゼントします。あ、本もですね、案外高いんですよ。こ,こちらほら、見えるんかな ?1800 円と税金というふうになっておりますね。ですから、本当に今回ね、お得なんですよね。デトッドクスウォーター1本じゃないですよ。1箱ですからね、えー、24本ということになりますから、そういう意味,意味はですね、 あちょっと待ってくださいね壊れとったらまあこれぐらいではですね、えー、壊れることはございませんのであの大丈夫でございますはい大丈夫でございますが、えー、ちょっとね、えー、びっくりしちゃいましたはいはいまあ、そんなことでですね「かずたまれいあの潜在意識にねアプローチしながら皆さんのね開、えー、運人生を、あのー、フォローしてくれるというような そんな素晴らしいあのカズ玉令和なんですけれども、えー、これでですね、えー、作り方は簡単なんです、まあ、ちょっと作ってみますかねえー、ちょっと今回転びそうだねこれこれねあのまずはね、えー、作り方あ逆だこれロングとかショートとかあるんですねはいこれでですねえー、一応これをあのー 今回あの、本当はロングを L, L を選ぶんですけれども、S をね、今回ショートをちょっと選んでみたいと思います。はい、えー、ショートですね。それで、ショートを選ぶとですね、世界平和とか、えー、またはあのこちらですね、えー、見えるかな、人間関係ですね。 それとかあと、あの、転職とか、また、あの、電磁波対策とかね、まあ、今だったら感染症対策とか、まあ、そんなものとか、あと、皆さんの好きな、皆さんが好きなんか、俺が好きなんか分かんないけど、あの、金運とか、そういうのもありますよね。はい。これが35項目ございます。どん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 あるんですけどね。恋愛とか小だく、子だからさん。ね。子だからもあるんですけど、これ案外ね、 えー、これをあのー、かず令和でお子さんができたというご報告も聞いております。はい。まあそんなことで、今日はそしたらね、えー、どういうふうにしようかな。一応ね、感染症対策っていう、まあ、あことで、えー、させていただきたいと思います。これをですね、えー、こちら、あのー、決定というふうにします。決定ですね。 はい、決定しましたら測定をスタートします測定の場合はこ,れこの上にですね手を置きます手を置きますねもう見えないからこういうふうな形でそれで測定測定ここが測定になるんですけれどもここを押しますはい、はい、手をね置いときますね はいもう測定ができましたこれはね僕のオリジナルのあのー、波動コードをと取り上げましてね測定をするわけなんですよはいそれでね、えー、できましたらこのエヴァマークこれ、あのー、船井幸雄さんのマークなんですけれどもこの上にですね、えー、このデトックスピュアピュアウォーターをあのー、置いていただくようになりますで転写 転写しますと、こんな形でえあ、水の結晶がこういうふうな形でね、えー、転写されてきております。はい。これ、江本さんの水の結晶になるんですけれども、はい。えー、それにしてもですね、だいぶ誰も見ておりません。なんか大丈夫かなと思うんですけれども、ちょっと本当に見てないか、ちょっと見てますね。今、ちょうどね、転写してますから。 ね、誰も見てなかった寂しいよね本当にね誰,誰も本当と見てないんだろうかあ誰も見てくれてませんねさすがにねあのー、ちょっとね寂しいものがございますがこれにも負けずにですね頑張っていきたいと思いますはいえー、このあのー「かずたまでですね、えー、一応ですね あのすごくあのこの,このお客様の声ですねこれですごく助かったというあの声をいただいたんでそれをちょっとお読みさせていただいた,いただきたいと思いますはい、えー、こうした方がいいんかなはいえー「ズタマレれバーをお買い求めくださった方からのメッセージです お母さんいつもありがとうございますシェアさせてくださいお店の勢いが止まりません昨日も夕方から突然お医者さんが来て17万円ほど購入してくださりその後も別の方がお重を2個買ってくださったりと昨日だけで25万円ほどの売り上げになったと思いますこれを金運を入れてるらしいんですよ 僕ね、本当すごいなと思いますよね。あの、こちらの店はね、もう、あの、閉店セールっていうのを今、してたんですけれども。もう、売れ行きが良くてですね、もう閉店をしないということを、延期するというのに、決まったんですよ。もう、本当にね、僕も嬉しいです。すごい嬉しいです。ええー、続きますね。お店の方、ええ、コロナ前は、月に三十万円程度の売り上げで。 コロナ禍では10万円ほどの売り上げを前後していました。月にね、10万円ぐらいですよ。すごいですよ、本当にね。10万円言ったらね、本当に家賃も払えないというような状態だったと思うんですけれども、閉店セールで月に100万円の目標はしていましたが、根拠は全くなかったです。閉店、当初からお客様が来てくださったので、 11月は半月で目標を達成するかなと思っていたのですがなんと1週間で達成してしまいました1週間であの100万円達成したんですよコロナの時にはもうの時いうかね、まあ、もうほんまあ、10万円だったのが1週間で100万ですよはいすごすぎです毎朝飲んでる「風玉令和」にて「世界平和」 金運上昇を転写して,していた波動水の効果が絶大です他にもロゴストロンの効果丸まるまるさんのヒーリング効果最近参加したグルブレイクスルーセミナー効果もハイ,ハイブリッドに効いていると感じていますこびりついたマイナス意識のブロックが徐々にそぎ落とされていくのを感じ 自分自身が宇宙の根本エネルギーとつながった分。言葉が世界を作ることを実感し始めています。そうなんですよ。言葉ってすごく大事なんですよね。だから、言葉があなたの人生を作るということもあるんですよね。でも、あのー、今、この、お、お客様おっしゃってくださってるように。あのー、マイナス意識のブロックがですね。もう、こびりつくというか、もう苔のようについてるから。なんぼですね。 えポジティブな言葉を多少使ってもですね、なかなかうまくいかない、そしてとうとうもう、ダメじゃん、それっていうふうに諦めてしまうっていうのも現状なんですけれども、このカズタマ令和の、あのー、まあ、転写水、あもう今できましたね。はい。こういうふうな形で、あのー、まあ、転写終了ということになります。はい。これははねあの転写は あの金運上昇、例えば金運上昇とか、今はあの感染対策ね、しましたけれども、あのー、1個だけしか入れたらダメかというと、そうではなくって、えー、2個も3個も入れることは可能なんですね。はい、ですから、あのー、このあたりはですね、あの本当に、あのー、もう金運も入れたらいいし、 あと例えば人間関係も入れたらいいしっていうような形であの何個か入れて頂い,いて結構ですもうね1個ずつこれ水をと飲むともう腹,腹お腹がねたぽんたぽんになりますからねあのそれはしなくていいんですけれどもはいでねあのー、もうこれ一旦今日番組上で、まあ、1回だけしかしませんけれどもそれでこのデトックスウォーターっていうのはもう本当にこのカスタマー令和の情報ですね え情報をあのー、もう伝達するできる本当にクオリティの高い水になっているわけなんですよ。だからあのー、普通のあのお店で売ってるう天然水とかミネラル水でも構わないんですけれども、まあここという勝負時とかね、またはなんかこうもう転写をもう純粋にやりたいなっていう場合にはですね、このデトックスウォーターを使うとさらに 効果的だなっていう,ふうに思いますはい今日はちょっとこれ飲んでみますね。でもうこれで,でこれをもうごくごくごと飲んでもいいしこれをちょっと薄めて10倍程度に薄めて、えー、増やしてですね飲んでも結構です。はい そんな形でね、えー、飲ませていただきました。うん、はい、えー、引き続きね、えー、ちょっと読んでみますね。はい。どこまで読んどったの？<laughs> あ、あ、それであの要するに凄す,すぎですということで、もう金運上昇、世界平和入れてるんだっていうことで、それであのマイナス意識っていうのがね。 もうこびりついているのをこれをどん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 剥がすことによって、えー、自分の言葉が、ねえー、宇宙とつながっていくっていうのがすごく分かってきましたっていうことで、えー、それもね「かずたま令和のおかげでもあるしまたあ以前にね「ロゴスロン」っていう商品も買ってくださったりさらにあのヒーラーの方にね全盛、えーまあ、ヒーリングとかいろんなヒーリングもこの方されとるようですそれとさらに、えー、ブレイクスルーセミナーにも参加されてというような。 だからどん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 潜在意識っていうのをね、あの根こそぎ取っていくっていうようなことでやられることによりましてね、えー、本当にあのー、もう願えば叶うっていうかね、えー、もう本当に自分の意識があのつ、ー、ながりやすくなってる、うん、あちらさんというかもう宇宙につながりやすくなってるというようなもうそんな時代なんですよ本当にもう早いんですもう本当稼生の時代はもう あの意識がねあのすごくあの超能力っていうような形なんですけれども我々ね人間も本当にね神の存在にっていうか神の子供というかね、あのーまあ、あの宗教とかそういうのはの,のけてですねあのそういった創造主でもあるわけなんですよね。ですから、あのー、特に AI の時代になってきますとね あのロボットにあの自分の仕事とかなんか食われるんじゃないかとかなんか人間ってもうあのなんかこうコンピューターに操られるんじゃないかというようなこう恐怖心もあろうかと思うんですけれども心配しなくて結構ですあのー、人間っていうのは潜在意識を使うとたった今潜在意識は5%しか使ってないんですよですからね本当にその95%の能力を使えるようになりましたらね もう全然コンピューターとか AI とかねもう全然怖くないですからだからもうほんとそのためにも,もうこういったね、あのーまあ、潜在意識をねクリーニングしてくれるようなこんなカスタマー令和の機能っていうのはもうほんと僕は使うべきだと思うし使えばこのような形でねこのお客様の、まああのー、感想文書かれていますけれども。 こここのの通りのことが起こってくるんですよあなたにも起こってくるしあのそれは人それぞれの,あの潜在意識って言ってもマイナス意,意識の度合いにもよよりますよだってこの方もねあのただこれだけじゃなくてロゴストロン使ったりまたはもうヒーラーの方にやって毎月やっていただいたりまたはそういったブレイクスルーセミナーを受けたりっていういろんなあの手この手どの手でやってる。 どどどどん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 入りいってるわけですよねマイナスの意識っていうのを。んそんなことをやるやっているっていうかもう信じてやってるっていうこの信じる力っていうのがすごく大事なんですよ。まずはね自分を信じましょう自分の潜在意識自分の能力自分っていうのを自己肯定感を上げてやるこういうことによりましてね、えー、いろんなことがうまくいっていく。 初めの第一歩にななるわけなんですよね。はい、ただねなかなかね自分を信じるって言っても信じられないんですよねこれはね本当に自分が一歩一歩ね、えー、努力するしかないと思います僕ももう本当に自分を信じられない時ももう多々あるんですでも自分は毎日毎日何かやってるよねっていうことがありますんでねだから あのやっぱり信じられる自分づくりをしていくっていうことはた他力本願じゃなくってそういうことをやっていくっていうことも大事じゃないかなと思いますね、えー、引き続きちょっと読んでみますねはい、えー「お店も基本的には父親の管轄で私に直接利益が入ってくるものではないので」 そのあたりの自己中な欲望との戦いも手放すことでより大きな意識進化次元上昇そしてもっと大きなものを手に入れることができそうな予感を感じているところです <laughs> だから父親の、あのー、お店だからねあのー、なんかこう直接自分の、あのー、欲望とかそういうものがね、あのー、出ない分ね あのいいんじゃないかなっていうより大きな次元上昇で、えー、捉えられるっていうようなことが言われてましたねはい、はいえー、これだけだと完全にスピリチュアル的なわけがわからないので具体的に取り組んだこととしては顧客も含めセールスはがき送付300枚程度躊躇せず思いついた人に全員送る常に はがきを持ち歩き、出会った人には必ず渡す。上り、デザインポスターをはじめ、閉店セールのレイアウト演出、四国新聞、産 k リビング、ミニ広告、セールス初日に県庁前でビラ配り、ネットショップ、スマホ版の構築、Facebook のリスティング広告、半径2キロ以内、25歳から65歳までの女性に広告表示と。 いううこともされているようなんですねまだまだ、えー、分析途中ですが、以前からの顧客は少なく、ほとんどが新規顧客です、最近、なんでこのお店に来たのかをヒアリングし始めているのですが、感触としては、先に訪れた方の口コミ、そしてフェイスブック広告が大きいのかなという印象ですとととにかく思いついいいいつたことは全部やるという精神で動いています。 そこに宇宙エネルギーが動くことを実感しつつ前に進んでいます。長々と申し訳ありませんでした。取り急ぎ、お母さんには感謝とお礼までというようなことをこういただいています。これをねあの、もうチラシというかね、えー、ロハス村夢通信に織り込んでいただきましたけれども、まあ、今回、この,あのキャンペーンもあのやっております。まあ、ぜひね、えー、こんな形で、あのもう、 今月いいっぱいですもう本当にね「えー、カスタマーレイはあのー、手に取ってね、あのー、自分でねこういった潜在意識を磨くような形で、えー、やってみま,す見ませんかでね、えー、この本を読めばねさらにね「カスタマーってどんなんだ」とかね「カスタマの使い方」とかね、えー、また、あのー、この数字こういった「あのー、カスタマレイはに使われてる、あのー、魔法陣ねこの、あのー、魔法陣の秘密 っでねあのー、それとかねあと5次元から見たね、えー、自分たちの生活というかねそんな俯瞰した形のことも書かれてますちょっと意味が分かりにくいかもしれないんですけれどもこれ読んだらすごく分かりますそれとかあとねあのー、Q&A この Q&A どうやったらね あのこういう風な形であるでしょ Q&A ねあのさらによく使うためにどうしたらいいかということもこれ書かれてますんでね、えー、波動水の飲み方はいつ飲むと一番効果が高いですかとかね、えー、またねあの測定した高度で作ったお水は測定したその日だけ飲んだ方がいいのでしょうか次の日以降に飲み続けても意味があるのでしょうかと いうこんうなことも,こ、あのーこともね、書かれておりますで A としてはね、A、アンサーとしては1回測定ししして拾い出した情報はしばらくの間効果があります23週間の間に飲んでも効果はありますが少しずつその効果は弱くなりますのでカスタマーシステムをお持ちであれば毎日測定して新しい情報を転写した方が効果的な波動修正が行えますまたね えー、これねヒーラーにもなれるんですよヒーラーこちらねあのー、ほら見えるかなあ戻るんですよあここね真ん中がヒーリングって書いてるんですよこのヒーリングこれをねあの写真を置いてあげてそしてね あのー、例えば、あのー遠,いしあのー、遠くでお住まいの親御さんとかねまたは、えー、県外に出ている息子さんとか娘さんとかね、えー、心配なことがありましたらこの写真を置いてねそして、あのー、例えば、あのーまあ、そういった潜在意識の人間関係で悩まれとったら人間関係とか押してあげてそしてやると、あのー、写真でまず測定をしてそして,てん、あのーまあ、転写 のところをもうそのままヒ「ヒーリング」っていうところボタンを押しますとずーっとその方のあのー、ご心配になっている方のね、えー、まあ、遠隔ヒーリングっていうのはあれじゃないですかそういうのをあのこの機械でできるわけなんですよねはいだからそういうのもねすごくねあのー、便利なんですよはいどんなんやろうこれ一人も見てないな <laughs> なんかすごくね。あの。うん、なんかあの？気になるわ。<laughs> ままあ、仕方ないですね。はいまあ、これが私の実力でございます。まあ、あのー、本当にね、えー、こういった、うん、パソコンでねえー、まあ、やってるんですけれども、も、うん、もう本当に孤独なんですよね。 もうやっと私12年前から YouTube やってですね今やっと1000人超えることができましたもうあの12年前からやって1000人ですからもう本当に大したことないんですけれどもほんでもあの番組がですね1300本以上あのこういった動画をですね撮ってアップしてるんですけれどもまあ大変でございますでもまあそういうふうにやりきってるっていう自分がいるっていうのは 昔の自分が今の自分を助けてくれるっていうそんな場面ってなあの思ったことないですか僕よくあるんですよあ昔の自分が今の自分を助けてくれてるなっていうなんかこうイメ,イメージというか感触をよく味わってますああの昔の俺そんな無茶やってなかったなっていう。 だからまあ皆さんがねまだ応援してくれてるなっていうふうな思いもありますだからあのー、こういった潜在意識をどん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 学べばですね、えー、そんな感覚も出てきて、えー、昔の自分にも出,出会えるんじゃないかなというふうに思いますはい、えー、まあそんなことでちょっと死に滅,滅裂 <laughs> になりましたけどね、えー、まあなんとかねあの ライブ、まあ、やることができました。ありがとうございました。お付き合いありがとうございます。でね、あのー、もう最後に、えー、こちら、番組終わりたいと思いますけれども、えー、ぜひね、えー、この機会にね、はい、こちら、期間限定1月31日まで、かずたまれいは、えー、お買い求めの方にプレゼントということでございますので、えー、コメント欄にね、 あの概要欄とかまたはコメント欄に、あのー、この,、うん、あのお買い求めできるね URL うーホームページの URL をね、えーま、リンクを貼り付けておきますのでそこにあの買ってね、えー、それでお買い求めいただいたらこちらの方からね、えー、この期間中にカスタマレイをお買い求めいただきましたらね、えーこの本とこの デトックスピュアウォーターこれを一箱つけさせていただきますでお値段の方はねあのクレジットカードでも何でも買うことができますでねあのロハス村今ちょっとちょうどね、えー、庭作りの今やっておりますけれどもあの車がなかなか入りにくいんで事前にお電話いただきましたらね、えー、ちゃんと受け入れ体制や、えー、駐車体制やっておりますので、えーま、機械を見たいんだっていう方がいらっしゃいましたら あのカズタあのロハス村の方に来てくださいお値段の方は19万8,000円ですでまあ,あのかなりね、えー、こういった、あのー、ことがついてますからもう今の買うんだったら今の時が一番あのお得でございますのでね是非、えー、ご検討くださいませ、はい、でねやっぱりねこれから風の時代っていうのがもう1年、えー、ぐらいがちょっと過ぎましたけれども まだまだあのこれからね、あのー、時代が変わってきます時代がもう、あのー、新資本主義とかなんかあの総理も言ってるでしょだからあのー、いろんな意味でね時代が変わってきてますしそういう意味でね、えー、もうぜひともみ、うん、僕の番組を見てくださってる皆様におきましてはね、えー、この潜在意識をいかに使っていくかっていうこともちょっと この「このた玉れいわ」はもう買っても買わなくても結構ですので、えー、その潜在意識を使うというどうやって使うかっていうのはまあそのあたりをですね、えー、直感力も働いてきますしね、えー、それをどんどんじご自身の潜在意識必ずありますからその意識をちょっとこう開花させていくっていうことが人生を豊かにそしてこの難局まだまだこれからねあのー。 次のね春分の日がねあのからねあの次の正月というか年になるそうなんで、えー、そうなりますとねあと南、あのー、木さんがおっしゃっとったのは、えー、今までは、えー、激変の時代だったらしいんですそして次この3年間ぐらいが激動の時代になるんだと言われていますだからコロナがあもうすぐね、えー、まあ春先ぐらいにはね えー、収,収束するんじゃないかなというようなことも言われておりますけれどもそれでほっとするという時代ではなくて逆にね、えー、そこからがまた今度は激変から激動というふうになりますんで、えー、用意周到、えーまあ、このコロナ禍の中にね中で自分自身が、あのー、できる対策 えー、潜在意識とかそういうのも全部使ってですね、えー、この時代をもう生き残っていくというようなそんなことも大事かなというふうに思いますえー、まあそんなことで、えー「風玉令和」あの分からないことがあったらいつでもあのご相談くださいあの本当にいろんなあの今日お客様の声も出しましたけれどもねあのー、いろんなあの体験とか何か落ち着いたなとか 心がざわざわしょったんだけどあのもうちょっとなんか落ち着いたわとかねそんなあの感想をいただいたりね、えー、逆にね本当にあに動物猫ちゃんがすごくあの好きな方なんですけれども猫にもヒーリングをしてやるとすごく猫がね落ち着いていくんだとかいろんな声お声をいただいてます、まあ、そんな声もねまた徐々にねあのご紹介したいと思いますので。 はい、えー、それではね、えー、今日はね、ライブでございましたけれども、まあ、ちょくちょくね、ライブは挑戦を、えー、この2022年はやってみたいと思いますので、えー、できましたらまた皆さんね、いつ,いつやるかはもうまだちょっと決めてませんけれども、あのー、見てください。はい今日はこれで終わります。えー、これ、リンク貼っておりますんで、また見てやってください。それじゃあ さよならまたねライブありがとうございましたこっちかこう。逆なるんだよね、これね。ありがとうこっち。あ、消えちゃった。